はいどうも、サダシ也です。えー、今回の、えー、お話の相手は、あえー、前回に引き続き、足田さんです。はい、すいません、お呼ばれして、えーと、来ました、足田さんと言います。じゃあよろしくお願いします。お,よお願いします。はい、えー。前回お聞きになった方は、えー、ご存知の通り、はい、我々ファイナルファンタジーの話をですね、はいえー、発売日に盛り上がって、はい、足田さんに至っては、PS4 と共に購入するぞっていう意気込みでね、 はい。<laughs> 前回は終わったと思うんですけど。そうですね。はい。で、僕も、えー、体験版をやって、はい。えー、ファイナルファンタジーフィフティーンの、えー、アニメを見て、はい。キングスグレイブという映画も見て、今回のファイナルファンタジーは、はい、もしかしていいんじゃないかって言ってね、はい。えー、買う気はなかったけども購入しますよって言ってね、はい。発売前に、えー、発売日の前までにこう、更新をしたんですけども、はい。えー、それから、まあ、 収録時間の間としては、1ヶ月半ぐらいですかそうですね。経ちましたね。はい。我々ちゃんとファイナルファンタジー15を勝って、もうクリアしました。はい。なので今回はですね、えー、その後どうなったのかって話をね、<laughs> はい、答え合わせのようにちょっとやっていきたいかなと思うんですけど。<laughs> そうですね。お話ししましょう。もうこれは、ただね、やっぱりこう、ゲームの性質上、ゲームの性質上っていうか、まああの、やっぱファイナルファンタジーというビッグタイトルですから、 はい。まあ、細かいこととか言い出したらいろんなことがあってね、こっちで長なってしまうんで。そうですね、キリがないですね、ボリューム的にも結構。はい。まあできれば、言いたいことだけざっくりと、えー、簡潔にいきたいなと思うんですけど。はい。えー、まず、えー、最初の総評だけを先に結論として言っときたいんですけど。はい。まず、僕の個人的な意見として。はい。あ、ごめんなさいね、あの前提として。はい。えー、今回話す話は、あのー、 ゲームの評価とか。はい、えー。そういう、なんていうんですかね。あの、批評とか。はい、えー。そういうのではなくてですね。はい。100%僕の個人的な主観の好き嫌いだけで話しますんで。あ、はい。はい。あの、そういう前提で聞いていただければなと思いますね。はい。わかりました。はい。私もわかりました。はい。<laughs> まあ、総評としてはね、ぶっちゃけあの、楽しめましたよ。ファイナルファンタジーフ5 0 まあ実際にクリアするまでにまあ40時間ぐらいかけましたし。うん。で終わった後もちょっとやりましたし。うん。今トータルプレイ時間としては50時間が超えてるような感じですわ。うん。なので、こんだけやったゲームもですね、まあ面白くないわけはないと思うんですね。なんだかんだで、あ、いいですか あどうぞ、途中、差し込んでいただいて結構です。あ、いえいえいえ。<ん>まあ、確かにそうだったの。私も同じくらいプレイしましたんで。確かに先に全部言われますか、うん。はい、そうですね。ただ、手放しで、このゲームめっちゃおもろいっていうようなね。はい。そこまで純粋な少年ハートは持ってないですよ、<laughs> 僕も。はい。ぶっちゃけね、あの、言いたいこともただありますよ、このゲーム。うん。そしてなんならば、その言いたいこと言ってる間、 言葉の語気が上がっていく感じもしますよ。はい、<laughs> いやわかりますよ。はい。ただ、そしてただ、2回目のただ、まあ、このゲームに関しては楽しめましたし、どちらかというと満足しました。うん。そして悩んやったら終わった後ちょっとね、あの、ファイナルファンタジー15ロスにちょっと僕入りましたから。あー、なるほど。だから余韻は残りましたよ。うん。 終わっちゃったんだ。あ、もうこの世界を味わうことはないんだっていうね。ちょっとしたロス感っていうのはありましたんで。うん。そういう意味での満足度っていう意味では、まあまああったんじゃないかなと思いますけど。ただ、はい、まあ !3 回目ただい。ただって言って全てを肯定することはできないですよ、<laughs> 正直ね。うん。うん、そして、そこの話をしようとするとですね。うん。もう、語気が上がっていくかもしれないですね。そうですね。はい。ただ はい。<laughs> もういい <laughs> ただ、まあ、なんて言うんですかね。愛情という言葉にはちょっと表現したくないんですけれども、それを。うん。あの、文句は文句ですから、僕は文句を愛情とは言いたくないんですよ。はい。そう。文句はありますよ、このゲーム。うん。そこは、なんかきっちりと切り分けてね、ちょっと話していきたいなっていうのが僕の総評かな。あ、わかりました。アスタさんなんかは言ったら、 前回の時点ではもう、もうこの話を一方的に聞くだけでしたからね。そうですね。はい。はい。なるほど。という係でしたね。はい。なだから、ちょっとそれで期待感煽られてる部分をなきにしもあらずやと思うんですけれども。はい。実際どうでしたか総評としましては。面白かったです。おすごい。はい。あのー、まあ、私、ええー、と、実はさっき、ちょっと沢田さんに言ったんですけれども。うん、あのー、まあ、前回沢田さんが、いや、よかったよと言ってた映画、えー、キングスグレイプ。そうね。ですか。うん。 もう結局見ずに本編プレイして。いやーそう、だから、それを聞いてね、<laughs> そうなんやと思って、それでよくたあ、うん、なんでもないです。<laughs> はい。<laughs> はい。で、あのー、まあ、前回の放送で、配信で、ま、キングスクライブは、えっ、ー、と、同じ時間軸の別のところですかそうですね。ちょうどノクトたちが、あの,あの、体験版ではノクトたちが、あの、リゾートなところに行ったところで、うん。 白が陥落されたぞっていう話をされる。うん、ちょうどその時の話を描いたのが、キングス・グレイブの映画です裏側と言いますか。うん。だったわけですから。その3つに、えっ、ー、と、本編をプレイして、うん、あんまり、えっ、ー、と、ま、沢田さんからすると、それで本当楽しめるんだ、みたいな、うん、反応をいただいたわけですけれども、うん、まあ、総評としては楽しかったです。うん、あの、まあ、 主人公のノクト、ノクティス王子や、まあ、他のキャラクターとかもう細かいこと抜きにして、うん、ま、なんか、あ、なんかこいつはいいじゃんってなったのは良かったなと思います。うん、あと、さっき今沢田さんも言ってましたけど、うん、あの、うん、まあ、ファイナルファンタジー15ロスみたいな。はいはい。うん、まあやっぱ最後の、まあ、最終章と言いますけど、うん、それの展開はなんだかんだで良くて、うん、ちょっとジーンとするところが、うん。あ、そっかー、みたいな。うん。 ところがちょっとありましたね。はいはい。なので、あの、それくらい、まあ、まあ僕も45時間とか、うん、結局プレイ時間やってクリアしまして、うん、まあなんか、やっぱり、胸に来るものがちょっとあったっていうのは細かいこと抜きにしてよかったですね。うん。うん、ただ、うんはいはい、ただ、うん、1回ゼロ、ただ来た、うん。<laughs> やっぱこれは、どうなんすかね、うん、いや、 どうしてもゲームとして、あゲーム、うん、ストーリーというよりもなんか、ゲームとしてどうなのみたいなところは見えたところがあって、ううん、ちょっとそれを後でちょっと言うときに語気が荒くなる可能性は <laughs> <laughs> あるかなという話は。そうっすね。まあ、うんまあ、総評としては,それはもう45時間やって、うん、まあ、まあ、正直面白かったです。戦闘も面白いし。うん あの、結構サブクエストみたいなのも結構、戦闘が私は気に入ったんで、サブクエストも面白いな、みたいな感じで結構いろいろやって、うん。あんま退屈せずにやって、うん。で、まあ私、点数、例えばつけるとするとですよ、うん。あの、まあ、最初、なんか80点とかかなと思ってたんですよ。あ、ちょっとごめんなさい。点数のことを言うんであるだろう、ね、ちょっとこの聞き方で,き方で、ね、答えてほしいんですけど、はい。まずですね、 3点満点やったら乱暴ですかえじゃらもっと低くいこう。2点満点やったら乱暴ですか ?2 点です。あ、僕も2点ですね。はい。で、3点満点やったら乱暴ですかえ、3点ですね。ああ、そうですね。僕も3点ですね。はい。じゃあ、5点満点だったら ?4 点です。ああ、そうです。僕のもですね。じゃあ、10点満点だったらえー、10だったら、10だったら8ですね。あ僕そこがね、ちょっと7ぐらいになってしまうんですよね。ああ。で、 まあ私の知人で、まあいいと思うんで言葉借りるんですけど、うん、何点だと思いますみたいなことをちょっと聞いたときに、減、うん、原点方式だったら何点で、加点だと何点ですって言われたんですよ。ああ、いいですね、それ。で、おお、と思って、確かにそれは的をいていると思ってその答えを聞いたそれは素晴らしい答え。その答えを借りると、減、うん、原点方式だと80点で、加、はい、点だと130点です。ああ、それは結構いい指標やと思いますよ。なかなかなんか的をいた。うん 答え方じゃないですか、それは。というところが私の総評です。いや僕も似たようなもんですね。うん。ただ限定方式だと僕はもしかしたら60まで下がるかもしれないですけど、ね。あ、まりですかただ家庭やったら130っていうのはすごいよくわかりますね。うん。というところです、ね。そう。だからね、このゲームはね、なんて言うんですか、合図を生きまじった評価になるなと思うんですよね。うん。で、やっぱりその、さっきね、ちらっと足田さんも言いましたけど、ゲームとしてっていう話はどうしてもせざるを得ないなっていう。うん。 ゲームとしてっていうのは、その、メカニズムとしてのゲームとしてっていうよりかは、まあ、ぶっちゃけ商品としてですよね。うん、まあ、エンターテインメントとしてっていう話なんですよ、ね、これ。<laughs> で、本当ならばそれはもう、ゲームの作品の外側の話なので、うん。本当は僕はしたくないんですよ。 はい。でもどうしてもこれはね、せざるを得ない話になってきて、ただ<う>いうやつですね。そう。<laughs> もうそこがぶっちゃけ文句の中心になってきてしまうんで。<laughs> はい。まあ、それは後々ネタバレも絡むところなので、はい、ちょっと後半にっていう話であって、はい。まずはですね、あの、前回のそのファイナルファンタジー15の体験版の配信を聞いた人で、はい。まだ現時点であの、購入してない人。うん。で、そして何やったら購入しようかなと思ってる人。 向けに、まあ、ネタバレなしでですね、うん、前半はちょっとゲームの話をしたいかなって思うんです。けどいいね。はい。はい、あのー、さっきの話に絡めますけど、うん、僕なんかはその、まず、フィフィティーンの体験もやって、はい。こいつら変な奴らやな、この世界変なセンスやなと思いながらも、うん、意外とやったら、なんかあいつらの旅に音もしている感覚とか、結構悪くないなと思って、うんうん、で、そこで興味を持って、 まあ、ブラザーフットというアニメを見て、うん、各キャラクターの掘り下げたストーリーを知って、うん、で、キングスグレイブっていう映画を見て、うん、まあ、その圧倒的なクオリティに後押しされた、みたいなところがあるんですけど、うん。だからもうゲームを、本編をやった前提としては、ぶっちゃけあいつらのことが好きなとこから僕始まったんですよ。うん。なんかもう体験版も済ましてるから、なおさらね。はい。 アシたさんはそこがないのに、よくこう、付き合いだなと思うんですけど、<laughs> あいつらと。いやそうですね。あと、まず、えっ、ー、と、一個だけご説明したかったのが、私、PS4 初めてで、うん、PS3 もプレイしたことはないんですよ。うん。だから、いわゆる、うん、あの、オープンワールド系のゲームみたいなのってやったことはないんですよ、ね。あじゃあもう PS2 からの一段飛ばし進化なんですねそうなんです。すで、なんで、例えば、 他のオープンワールド系ゲームやったら同じように楽しめるのかもしれないとも思うんですけど、どちょっとその指標がないんですよね。なるほど。もう初回帰なったんですね。あそうなんです。なるほど。それは素晴らしいですね。うん。で、やってて、あ、単純に面白いじゃんって戦闘とか思ったんですけど、それが、その、他のでも似たように面白いのか、いや、FF15 はこれ結構出来が良かったんですよなのか、ちょっとわからない。あ、その比較はわかんない。 うん。で、まあ、でも私は普通に面白かったんで、戦闘が面白くて、キャラの駆け引きだとか、性格とかもその中で好きになってったっていう感じですね。あ、でも、まあまあ、単純に PS2 から言葉して PS4 で FF15 をやったんだったら、はい。だいぶそれだけで満足いくと思います普通に。そうですね。まあ、それはそうですね。僕も <laughs> その体験やったらすげえなって普通に思うし、あのファイナルファンタジーがこんな風にゲームできるんやっていうところはだいぶ感動やと思いますけど。 そうですね。まあ、FF10 とか、まあ、前回、まあ、その前だ、一応12をやったんですけど、微妙だったん、ね、で、自分の中で。で、まあ、ほとんど10が前回で。まあ、その時点でも、ま、結構すげえなと思ってはいたんですけど、まあ、もちろん、あれは PS2 だったんで、今回 PS4 で、あ,あ、もう、単純にすげえな、という感じはありましたね、やっぱり。あの、オーブリル、どうでしたあの、車を押すとこか。こででか車を押すとこ。 ちょ、もう始まった。<ー>車押して、あ面めんどくせえなーって言いながら、あのー、スタンドバイミーが流れるとこ。いや、あれは、あの、いや、まだ真顔くらいの。<laughs> <laughs> まあまあ、そうですよね。<laughs> はい、まだ、うん、まだ真顔か、ちょっと半笑いいかないと。半笑いですよね、ちょっと、ね、うん。あのー、ハンマーヘッドに行った時の、はい。なんかあの、シドニーとかのやりとりとか、 はい。そこまでの道中での仲間とのやり取りとかはどうやったんですか <laughs> えー。ぶっちゃけあの、<も>あの会話ってね、はい、正直ちょっと不自然なとことかもあるじゃないですか、なんか。うん、まあ、ありますね。はい、どう、どうなんですか僕はずっと、まあ、体験間の時はもう半笑いやったんですよ。<laughs> いや、でも、まあでも半笑いですよ、<laughs> <laughs> そのうちでも、いや、こいつは友達だわとはならないっすよ、やっぱ。その半笑いが、結構、お、仲間やなって思い始めてきた境目どこら辺でしたええー、そうですね。まあ、あネタバレなしなので。まあ、あネタバレって言っても、あのー、そうですね。前半部分とか別に、ちょっと言ってもいいと思うんですよ。いいっすかね。はい。まあ、おうと陥落して、そこまで体験版でも、あの、出てますから。はい。で、その、 あとに、はい、ま、ちょこちょこイベントがあるじゃないですか。うん、で、まあ、なんかちょっと、一個大きな山場があったり、新しいところに行ったりとかすると思うんですけれども、うん、まあそのあたりになともうなんか仲間みたいな。あまあ。ほんま結構、まあ、そうですね。僕も似たようなもんかな。なんかあの、うん、やり始めた時って、うん。どこかプレイヤーの自分と、その、うん、キャラクターとの間に距離感あるじゃないですか。うん。うん あの、主人公のノクトをこう操作するんですけど。うん。別にノクトに感情移入できないでしょ、あのゲームね、正直。まあ、そうですね。それを自分の分身としてはちょっと受け入れ難いっいかもるかいや、無理ですね。るしかどっていうと、その、ノクト頑張れっていう感じのポジション。あの、応援してるサポーターみたいな感じなで。あの、まさにこう、ね、あいつのそばにいる透明な、こう、 スタンドみたいな感じで <laughs>。そ,そ,そうです、そうで、ん、す、そうです。それでも、ちょっと距離があるじゃないですか、なんか。はい。いや、ちょっと、ちょっと、お前ら、ちょっと、ちょっとちゃ俺、俺にはちょっと無理かもな、みたいな感じの。はい。だから、ちょっと半笑いな部分とか、ちょっと、あるんですけど。<laughs> なんかそれが、いつの間にか、こう、肩を組んでるような感じになってくるんですよ。どんどん。うん、<laughs> なんか、えー、なぁ、えー、みたいな感じで。わかります。わかります。<laughs> で僕なんかはもう、そこを体験版のところで、こう、済ましてしまっていた部分はあったんで。うん。結構、本編を。 やったときは、あのー、リゾート地な、ガーディナイトたっけなガーディナそうですね。あそこ行くまでにはもう早く、早くこう、稼働を僕が混んでたんですけどね。なあ。うん。もらったら車乗ってる時も、なんか断笑に混じってる感じでしたからね、僕もね。うん、なるほどなみたいな感じ。わ、うん、かるわ、つって。わ <laughs> かるわ。つれえわ、つって。<laughs> <laughs> <laughs> まあまあね。だから、そうですね。ああ、それはまあよかったですね。あの、正直そこの距離を、 いかに早く詰めれるかで、結構、なんかおもろい思ないと変わってくるのかなって僕はちょっと思ったんですけど。そうですね。うん。やっぱり僕なんかはもう、アニメとか見てるから、こいつらのこと、もう好きやでっていう前提でやり始めたところがあったんで、うん。壁は結構取っ払えるの早かったんですけど、うん。あの、俯瞰的に見たらだいぶ変な奴らですから、まあ そうですね。確かに、なんでこいつらだけこんな複合なみたいだとか、<laughs> いろいろありますからね。疑問持ち始めたらキリがないからね、あのゲームね、ほんま、ね。そうです。細かいことをちょっと抜きにして、まあ、抜きにできるかってことですよね、気持ちが。そうそうそう、そうなんです。気にならなくなってくる。抜きにしすぎると負けのゲームではあるので。はい、いや、本当そう、本当そうですね。隅から隅までこれは。<laughs> あまあまあ、じゃあそれやったらよかったですね。なんかスタート、はい、スタートは別に、 ま、なんとか、その、沢田さんと同じところまでその気持ち的には持ってけたんで。そうですね。そうだからね、僕は今回良かったところとしては、あの、ちょっと大げさな話にはなるんですけど、うん。も、そもそもロールプレイングゲームって何ぞや、みたいな話あるじゃないですか。はい。もともとはまあ、テーブルトークロールプレイングゲームっていうのがあって、はいで。そっからの派生で、えー、コンピューターロールプレイングゲームっていうのができて、 はい。で、もそれの、ま、源流としてはなんか、ウィザードリーであったり、ウルジマであったりみたいな。うん。で、そういうのが好きな日本人が作ったのが、ま、ドラクエであったりみたいな感じで。はい。で、まあ、ドラクエがあって、なんかそのゲームよりもすごいものを作ると、みたいな感じで、こう、ファイナルファンタジーシリーズが始まったり、みたいな感じで。うん。で、ファイナルファンタジーは進化するとともに、だんだんとこう、 映画よりのゲームになっていってね。そうですね。リアルをもっと思考するようになってきましたね。ねうん、実際当時のファイナルファンタジーの、あの、ヒゲのおっさん誰でしたっけね。あの人は。<laughs> ヒゲのおじさんってひどい話だけど。坂、坂,坂口ああ、そういうことですか。はい、<laughs> 坂口さん、はい。はい。制作者の方ね。あの人もなんか、うん、あの、映画のようなゲーム体験は大体、みたいなところもあったから。はい、で、そっから、こう、なんていうんですかね、うん、ファイナルファンタジーをビジュアル思考グラフィック思考みたいなところになって、 で、どこかでそれが、なんか、ゲームじゃないのないんじゃないのみたいな。うん。単にムービー見せられてる、ムービーゲージャーみたいな、揶揄されるところもあったじゃないですか。まあ、ありました。はい。で、そこの右側曲折を経て、ジャバニーズロールプレイングゲームとしての今があって、そう考えたときに、本来の定義であるロールプレイングゲームっていうところからは、結構大きな変化があって、その定義自体が当てはまらなくなってきて、うん いるのではないかっていう話があってね。うん、じゃあ、今、うん、ロールプレイのゲームって何ぞやみたいな話の議論とかもよく見るんですけど。うんいや。あれですよね。あの、役割を演じるっていうのじゃないよね。すでにっていう話ですよね。そうって。うん,うん。だから僕はもう、ロールプレイ、役割を演じるっていう意味であるならば、まあ単純に、その、今回やったら、ノクリスと王子の人生というものを、うん、まあゲームを通して体験できるんであるならば、 まあそれも立派なロールプレイじゃないのかなとは思うんですよ。うん、おはい。だから別にストーリーがなんか派生しないとか一本道であるとか、うん。なんかオープンワールドがそうじゃないのかっていうのは本当はあんまり本質的には関係がなくて、うん。例えばゲーム的に仕組みが一本道であったとしても、うん。ゲームとしてプレイヤーが介入できるところが少なかったとしても、うん。まあそこに出てくる登場人物たちの、 生き様っていうのを体験することができるのであるならば、うん、まあそれは立派なロールプレイではないのかなと、最近大人になって思うようにはなってきたんですね。ああ、なるほど。はい。ねえ、まあちょっと話長くなりましたけど、今回のゲーム良かったのは何かっていうと、やっぱりその、オープンワールドにしたことによって、って言っていいのかな、うん、なんか過去のファイナルファンタジーではこう体験できなかった、うん、旅の細かいところですよね。 ああ、わかります。それはすごくわかります。うん。そういうところを、普通に体験として味わえることができたっていうのが、すごく今回僕はいいことやなと思ってて。うん。ぶっちゃけなんか、あれ、すごい合理的に見たら、めんどくさい仕組みやなと思うんですよ。うん。な、めんどくさい仕組みやなっていうか、無駄って言われても仕方がないようなこととかいっぱい今回入ってるじゃないですか。そうですね。かなりありますね。うん、なんかあの、 特に、あの、車での移動とかって。はい。あれ、本当、本来、オープンワールドの RPG とかになった場合は、はい。それこそ自分でテクテク歩いてファン、ファンタジー世界とかをこう、歩いて旅とかしたりするんですけど。うん。今回なんか、車に乗ってあそこに行けって言ったら、メガネが勝手に運転してくれるじゃないですか。はい。イグニスがね。はい。ちなみにあの、イグニスの、イグニスのことを僕はずっとメガネって呼んでたんですけど。あ、わかりました。はい。 あの、これは、あの、仲良くなったからですよ。仲良くなったからこそのあだ名なんですよ、僕の中で。い。や、わかります、わかります。どんどんイクニスとかとも近くなってくるんすよね。そうです。イクニスはメガネやったんすよ。で、あの、ブロンボとはデブやったんすよ、僕は。元デブやからデブやったんすけど。で、あの、もう一人だったじゃないですか。えっと、グラディオ、グラディオス。そうす。あいつはなんか裸やったんすけどね。 <laughs> 雑すぎない <laughs> <laughs> くそこの裸はよ、みたいな感じで。<laughs> はい。まあ、それぐらい、うん、んなんかこう、はい、まあ、学校の同級生ぐらいの感覚で、仲良くなれるような、あの感覚と同じぐらいの体験ができたのは、そういう旅の細かいところを今回体験させてくれたからかなっていうところがあって、うんそういう意味では、まあ、オープンワールドっていう意味はあっただろうし、やっぱりその、なんていうんですかね、サブクエストを、 たくさん僕こなしていったんですよ。うん、で、正直そのサブクエストの一つ一つは、ぶっちゃけお使いなんですよね。なんか。そうですね。うん、そこも昔から変わらず、あそこに行ってください。はい、わかりました。行ってきました。はい、ね、ありがとう。みたいな感じのお使いゲームなんですけど、逆にそれを積み重ねることによって、何かこう仲間感っていうのがすごい出てきて。うん、で、その仲間感が出た、その、きっかけの一つにこう、今回勝手に喋るようんですよ。 キャラクターたちが。はい。あれが僕結構好きやってね。うん。なんかあれが結構ね、なんか良かったんですよ、僕は。なんか、急になんか車乗ってたら、なんか話し始めたりして。うん。で、ちょっとなんかチョコボとか乗っとったり、なんかテクテクありちょっとしても、なんかしょうもない話とかし始めたりするじゃないですか。うんで。大体の話が、なんか、しょうもない文句なんですよ、なんか。ああ、ここ暑いわ、とかね。<laughs> 暑とか、もう今日寝たいとか言ったり。ね、<laughs> ベトベトって言ったりしますねで。結構ノクトのあの性格が結構ネットを見てると、こう、夏バカにされたり、なんか、今日、<あ><だ>そうですか。好感が持てないっていう意見も結構見るんですけど。へあそうなんですね。僕はちょっとあれぐらいでちょうどいいとか思ってて。はい、うん。なんか、あのやついそうでしょ、普通になんか。 いやまあ、いますよね、という。うん、で、まあ、僕が、なんか、感想とかで見たのは、言ったら、あの、王子、ゆくゆくは一つの国を追って立つ、こう、王様として、うん。あんな奴なんやねん、みたいな話とか結構見たんですけど、うん。いや、でも、まあ、普通、そうやったとしても、こんなもんちゃうのっていう、うん、19、20歳ぐらいのやつってっていう。いやまあ、僕、そこはなんか、全然、 疑問に思わなかったけど、僕も、まあそんなもんでしょ、というふうな。うまあ、成長を描いてる話だからっていうのもありますけど。<laughs> はい。で、結構、今回こう、まあ後半でもね、ちょっとストーリーの核心に,に関係する話をちょっとしたいんですけど。うん,うん。はい。シナリオが結構叩かれるところもあるんですけど、うん、その理由の一つに、うん、そのシナリオを手掛けたメインのライターの人が、うん。あの、 まあ言い方良くないよな。なんかまあ、うん、ちょっとなんかまあ、BL が好きな女子、女性が担当した的なね、なんか話を聞いたんですけど、ねうんはい、あの、こんな男性同士の関係ありえへんみたいな話をよく見たんですよ。男やったらもっとこういう関係にはならないみたいな感じがあって、そこはなんか、うん、なんか BL、 の、好きな婦女子が死ぬようがから。女性から見たという。こんな感じそう、女性から見た男性の友情ゃないのかみたいな話もあったんですけど、うん、意外とそうでもないんじゃないかなって僕は思うんですよね。僕もなんかそこは疑問に思わなかったですけどね。そんな別に男同士のね、関係性が、なんか体育会系の、なんかすみたいな感じでだけで別に統一されてるものないし、うん。男でもめめしい話はするし、うん。なんかそうやって、 僕の中では結構自然やったんですよ。あの、キャラクターたちの会話とかが。はいはい、まあ、不自然なとこもたくさんありましたけどね。<laughs> はい、不自然なところもたくさんありましたけど、まあ、許せる範囲で自然やったんですよ。うん、それをゲームのプレイ時間とともに体験することによって、あ,あ、俺たち仲間よな。あ,あ、俺たち旅してきたよな。っていう感じになれたことが、 まあ今回のファイナルファンタジーで一番良かったことかなって思ってて、うん、まあ、そこだけが言えたらいいかなと今回はちょっと思ったんですけどね、うん、いいこととしては。うん、ちょっと、さっきの話言いますけど、えー、あの、まあ、沢田さんがちょっとずつサブクエを通して、まあ、四十何時間とかやって、うん、まあ、親密になってってみたいな話をしたじゃないですか。うん。でも全くその通りで、私も。うん、あの、 まあ、やっぱそうなんですよね。ど、本当まあ繰り返しになって申し訳ないんですけど、うん、ちょっとした話でどんどん近くなってって、うん、で、まあ結局最終的に、やっぱさっきロス、FF15 ドスちょっとあったって言ったじゃないですか。うんうん、なんか。かキャラクターじゃなくて本当に、なんか一人の人間っぽい感じの、あれとして、うん、ああ、よかったなーだとか、お疲れ様みたいなこと思うんですよね。ああ、そうですね。そう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 。 うんうん、それが、まあ、そこまで思える体験ができたっていうのは、ま、いいなと思いましたね。うん、あのね、そのロスロ、そうやね、その話聞いて思ったのは、ロスの、ロス、なんでロスなんやろっていう、このロス感っていうのは、うん、まあ、楽しい、ね、あの、娯楽が終わってしまったっていうロスもあるんですけど、ちょっとね、うん、あの、卒業して同級生にも会えないみたいな感じの、あれにちょっと似てるかもしれない。はい うん,なんか。そうですねか。あの楽しかった学生生活は、まあ、別に僕楽しい学生生活は起こったことはあんまないんですけど、<laughs> なんかあの楽しかった学生生活がもう終わってしまって、あれと同じ日常は明日からはないんだ、みたいな感じの。あれに近い感じがする。うん、そうですね。ちょっと、うん、卒業ってのは確かにそうか、うん。まあ、できることならもう、まだまだやりたかったですからね、私は。うん、まあ、だから、 まあ、ゲーム的、ゲーム的にはね、できますけど、あの、感覚的には、こう、二度と同窓会が開かれない卒業に近い感じがしますね。うん、そうですね。いや、いい、そうだと思います。うん、だから、ロスを感じてるのは、ね、あの、コンテンツに対してではなく、あいつらに対してやっていうのは、明日さんの言う通りだなっていう感じが今しました。うんうん、だから、いろんなこと抜きにして感情で良かったみたいな感じですね。そうですね。うん。普通に、なんか、嫌味なく、 今回は登場人物、まあプレイヤー側の登場人物たちを好きになれたっていうのは良かったからと思いますね。うん。良かったと思いますが。うん、まあ、前の FF よりはやっぱそう思いますね。うん、そうなんですね。はい。その、やっぱ、旅と旅の間の補完みたいなのが多かったから、ところどころのお話、えっ、ー、と、雑談だとかでですね。うん 正直今までのファイナルファンタジーの主人公たちってどこかこう本当に絵本の中の登場人物の感じがあったから。うん。どちらかというと結構アニメとかに近いんですよ。アニメとかの登場人物近くて。どこかこうガラス一枚隔てた部分から俯瞰的に見てる感じやったんですけど、話とかも。わかります。わかります。うん。今回のファイナルファンタジーは一番こう、なんていうんですかね。 没入感としては良かったんじゃないかな。なんか人っぽいんですよね、なんか。人っぽく見えてしまうんですね、すねキャラクターっていうよりも、うん。あの、意外とね、僕ね、あの、ちょっとした仕草とか、車から降りた時のあのだるい感じとか、うん、<laughs> あれ結構好きなんですよ。わかりますよ。うん、なんかあの、仲間にちょっとぶつかった時に、あの、おうみたいな感じになったりとか <laughs>、<laughs> <laughs> うん、なったり、なんか <laughs>。 だかかあの、荒野走ってるシーンとか、めっちゃシュールなんですけど、なんか、何にお前らそんな格好で荒野走ってんねんとめっちゃ思うんですけど。うん。革靴とかで足板ないんだと思って。うん。でもなんかこう、あの、坂道とか登るときにちょっと前鏡でこう、なんか手つきながらこう歩いたりとか。ああ、あります、ね、微妙にリアルじゃないですか、なんか。うん。ああいうとことか結構良くて、なんか、あ、なんか俺たちまあちょっと、 旅をしてるぞ、みたいな感じの。うん。やっぱあのー、キャンプ。はい。意外とキャンプが最初これ、半笑いやったんですけど。うん。結構後半結構普通に良くて、なんか。うん。なんかあの、ご飯食べるときとか。うん。ご飯選択した後の画面って微妙にちゃうじゃないですか、なんか。そうですね。ちゃんと作ってあります、ね、そうなんですよね。んうん。 あなんか食べてるものちゃうやんちゃんと。いや、そうなんですよ。ちゃんと串焼きみたいな選んだら串焼き食べてるんですよ、そうか。なんか、んか一晩過ごした風景がちゃんと描かれてて。うん、なんか、ああいうのが後半になっていくと、結構、なんかいいなって思うようになってきて。うん。自分もその、あの、料理も、ま、あ本当はステータスアップ効果とかはついてるわけじゃないですか。うん。でも、なんか、例えば、 明日はお前ら大変そうだからすぐに食わしてやるかとか思ったりするんですよ。<laughs> そ,うそうそうそう。ステータス的には、アップ的にはなんかのケーキとかの方がなんか良かったりするんですけど、いやでもちょっとここはがっつり性のあるものとかなんか思ったりするんですよ。お疲れさん、甘いものでも食べてね、<laughs> みたいな感じの。<笑><笑>ありますあります。そうそうそう。だからあれは良かったな。だからあのー、ね、あの、ご飯もめっちゃリアルな CG なんですけど、うん。逆に CG リアルって良かったなって思いましたよ。 うん。ちゃんと、なんだろう、う世界観合ってますよね、ちゃんと。<laughs> なんか不思議とね <laughs>。<laughs> 不思議と。<laughs> 不思議とね、なんか。うん、そうですね。なんか、ネタバレしないっていう意味だと、あの、ちょっと忘れてたんですけど、写真良かったなと思。ああ、そうですね。あれも、なんやろう、体験版の時でこれ、だいぶ半笑いでしたけど。あ、一応体験版でもまああったんですね、特そうそうにあれは。うん、でもあれも、まあ、結構良かった。 ですよね、なんか後半に行けば行くほどうんやっぱ、こういうことあったな、と最後思うんですよね、なんか。そう,そうそうそう。写真見てて。うん。俺結構ね、なんか、結構最初、前半の方は機能的に僕、なんか適当に残したりとか、してたんですけど、うん、結構ね、あっと思ったのが、うん、あの、150枚までいったら削除せないといけないでしょ。そうなんですよ。うん。あの時に、え、そうなんやと思って、全部残るわけちゃうんやって思ってから結構真剣に、<laughs> こう写真を吟味するようになって。ああ<ー>。あ、そうなんや、と思って。あれ、写真も結構細かいですよね。なんか、写真によってなんか結構喋ったりするじゃないですか。そう,そうそうそう。まあ、定形区の時もありますけど、ね、え、これマジみたいな、なんか喋り方する時もあるし。そうそうそう。なんか、その写真専用のボイスみたいなのがあったりしますそうそうそう。なんか、だやろ。 あれちょっとした演出がね、なんか、おお、みたいな感じで。いやいや、細かい、あの、いいな、という。それも没入感を助ける一つのあれだったんですけど、さっき話してたような。結構最初の方はネタ的に変な写真とかを残していてたんですよ、シュールな感じ。うん。でも、マックス150枚なんやと思ったら、ちゃんと思い出の写真残そうと思って。<laughs> いや、そうなんですよね。<laughs> <laughs> なんか、ちゃんとした写真をこう残すようになって,ってなんか、ああいう、本当にこう、なんつうんですか仲間と一緒に、 今、旅をしてるんだぜ、みたいな。うん、まあ、旅感ありましたね。ほんまそこが、今回よかったんじゃないかなって。変なんですよ、うん、俯瞰的に見たらね。どう考えて,ても変なんですよ。うん、そんな、国が大変な時に。なやったらもう、うん、8割滅ぼされてる状態の時にね。<laughs> そうですね。キャンプしてワイワイでがやがや。なやったら、泊まる時とかなんかスマホで普通にゲームしてますから、あいつらそうですね。あの、めっちゃ悲しいシーンの夜とか普通になんか、 楽しそうにしてたりすることもあるね。<laughs> そうそう。マジかよと思って。<laughs> いやー、ほんま、今回のファイナルファンタジーでよかったのはもう旅感はい。あのこれもまたあの、なんていうのかな。あの、海外のオープンワールドをやったら、この旅感が多分もっとシリア、うん、シリア、シ,シビアで。シリアス。シリアス。シリアスというか、なんていうの、ちょっとなんかこう、なんていうの、旅じゃなくて、ほんま冒険になると思うんですよ。 なん、わかりますよ。なんか、た、旅というよりも、もうなんか、それがサバイサバル。そうそう,そうそうそう。どっちかっていうと。だった世の中火を耐えてても、もしかしたら敵が襲いかかってくるかもしれない緊張感の。うん。そういう冒険になると思うんですけど、あの、今回、なんか、やっぱり日本人的に重まずされてる、あの、なんとなくライドな感じの旅行感ですよね。 そうですね。旅行感でしたね。うん、あの、卒業旅行みたいな感じの学生の。うん、あの感じでちょうどよかったんじゃないかなっていう。ちょっとなんかやっぱキャンプ行くとホッとするし、ちょっとワ,ワ,ワクワクとも違いますけど、ちょっとなんかあったりするすそうそうそう。うん、ほんで、なんか普通にあの、別に山入る服じゃないんやけど、ちょっとあそこの山登ってみようぜっつって。うん、<laughs> 行って、あ、このコツで来るんじゃなかったみたいな感じの、<laughs> あの雰囲気とか。 あっちお前脱いだな、とみたいなこと言わ,言われてたね。結構笑ってもうて、<laughs> あ、うん、あいつらは自覚してるんやなって自分の服のことを。はい。はい、ジャケット脱げよう、つって。いや、そらそうやろ、と。はい、そんなお前、カンカン照りのとこでお前黒いジャケット着と取ったらそら熱いでって言うね。うそそうだって話ですわね。<laughs> 僕ちゃんと装備でこうね、あの、上着なしとか選んでましたから。あ、マいか、僕最初から最後までもあれがしっくり来ちゃって。 あ、そうなんですかあの、服装が、はい。最初の。僕。つ僕、最初、あの、普通の私服とかでしてやってたんですよ。あはい。あの、いろいろありましたね。王室の制服ではなくて、うん。全員カジュアルな私服でやってたら、ほんまになんかこう、大学生の、なんか、普通のアホアホ旅行みたいな感じになって、はい。前半残ってる写真とか、ごっつになんか、普通の私服の大学生が調子こいてる写真みたいな感じになってね。そっか、私服だと写真もそうなんですね。そうそうそう。 めっちゃ普通にノコドとかキャップとか被ってるんですけど、こっつい普通にグラディオとこう絡んでる時の写真だからめっちゃ楽しそうなんですよ、なんか。は <laughs> <で> <laughs> してましたね、<laughs> ありましたね。ちょっとなんかそれが後半になるんですって、うん、世界観に合わないかもと思ってこう普通のに変えたんですけど。うん。まあ、でも一応あそこの世界ではそういう服装もあるんですよね。ありますよね、うん。一応、うん、あの服もあれ旅してたらどんどん汚れていくでしょ、あれ。うん。あれ、どっか宿屋に泊まらへんかったらずっと汚いままなんですよ。 あ、あ、そうなんですかそうそうそう。今回それはわざとらしくて、やっぱ旅は、なんかそういうものだみたいな。うん、長く宿屋に行かなければ。だから、なんかね、なんかで見たんですけど、うん。やっぱり今回は、あえて宿屋に泊まらせるようにしているらしく、うん。やっぱ宿屋に泊まらないと経験値上がらへんし、うん。なんか、そういうシステムでしたね。そうそうそう。やっぱ、宿屋で食べるご飯が意味をな、なしてくるから、キャンプとかで。うん。やっぱあれは、プレイヤーにこう、 わざと、わざとっていうか、あえてこう、止まらせるっていう、こういう意識させてるんやと思うんですけど。うん。ま、そこはまんまと、はまったというか。そうですね。あれは、自然でよかったですね。うん、その、止まらせる、うん、感じというか。うん、まあ、おま良、あ、よかったところの大半は、まあ、そういうとこかな。うん。結構、感情というか、心に来るところでよかったみたいな感じですね。うん、あと、それに、ね、こう、付随する話としては、単純に僕は、あの、 世界の表現は結構好みあって。例えばそれはあの、遠くにメテオが見えるところ、見えてるところとか。はい、で、メテオが落ちたあの、ね、衝撃がなんかでこう、地面がバーってめりれ上がったり。あの、なんか橋みたいな石がこう、なんか、わーってなってるところとか。ああいうのが、こう、遠いところ、遠くに見えるところとかね、火山とか。うん、で、その、 その風景を見ながらこう車で走ってる感覚とか、ああいうとこすごい良かったですけどね、僕は。うん。まあ、そうですね。単純に結構癒されますよね。うまあ、ほんま、あんま旅行、なんかあのね、<coughs> うん、旅行に行って、わ、綺麗な風景みたいな感じの。うんなん。結構天気も結構コロコロ変わってくれるし。で、まあ、やっぱ探索が楽しいなっていう。うん。なんか、 結構、えー、マップに出るじゃないですか、いろんな。うん、なんか、これが落ちてるよ、みたいな。うん、だから、なんかつまんないかなと思ってたんですけど、うん、なんか、思ったよりん、探索が、あ、なんかここにあれもある、これもある、みたいな。なんか、面白かったですね。まあそうですね。僕なんかどこにライトゲーマーなんで、はい。ちょうどよかったですね。あそ、ね、あれが本当に隠されてたら、そこまで探索しに行かなかったかもしれないし。うん。いや、確かにあのくらいがちょうどいいかなという。うん。 まあ、ほんま、あの、旅か、旅感がね、今回はちょっと良かったんじゃないかなと。うん。あと、あと、あと、あとって言って申し訳ないですけど。まあ、戦闘も僕は面白かったんで、ね。あ、そうですね。なんか。んかあの、普通に僕はかっこいいなと思いましたねうん。なんかそんな難しいことしてないけど、うん、それっぽいことしてる感みたいなプレイヤーとしてはあって。そうん、なんか。うん。なんかね。あの、はい。過去のファイナルファンタジーでも、あの、アクティブタイムバトルではあるんですけど、 うん。やっぱりこっちが、なんか、こっちに一列並んでて、向こう側に敵がいて、順番に攻撃していて、向こう側攻撃してみたいな。うん。うん、あれが結構あの、リアルなグラフィックでやられたら、ちょっと違和感をそう感じてたんですよ。まあ、そうですよね、そりゃ。うん。でも今回はすごい入り混じって戦っていた表現になっていたので、うん。あれはすごい良かったなっていうのと、そうですね。うん、戦闘の対中もね、あいつらよ喋るんですよ、なんか。うん。 ああいうのも良かったですね、なんか。そうですね。いや、わかります。よくあの、私、の主人公が、うん、こう敵にのしかかられた時に、うん、仲間、プロンプとかなんかが、うん、ノクトーって叫ぶんですけど、うん、いちいちそれが面白くて、<laughs> めっちゃピンチなんですけど、<laughs> うん、<laughs> ちょっと笑ってしまうみたいなことがあって、ププロンプとは、ね、<laughs> 懐かしい思いですね。プロンプとはノクトのこと大好きですから。うん、でも、ね、ちょっとあの、グライティオとかやったらちょっと馬鹿にされるんですよな。 そうですね <laughs>。おいおい大丈夫かっつって。何でもねえよみたいな感じ。まあ、な,なんか、ば、うん、戦闘後、んでしたっけえっ、ー、と、成長させるやつも、まあ、悪くなかったかなと僕は思うんすけど。アビリティアビリティ。うん。あよくわかんないけど、なんとなく強くなっていくみたいな。そうそう。なんか、あれも、 僕は、しきりにこう、仲間の攻撃を一生懸命上げてましたけどね。なんか、チーム攻撃とか。そうですね。僕もそれ上げて、<laughs> うん。そうですね。結構今回その、仲間との連携技がいっぱいあって。はい。なんか、技によってはいろんな仲間との連携技を見させてくれてるんですけど。はい。一番笑かすよったのが、僕はあの、グラディオとの連携技で。うん。なんかグラディオが、剣をズガーンってこう、地面突き刺したら、 うん。ノクトこっちだとか言って。うん。で、ノクトがそこにあの、テレポテーションして、その剣を掴みながらぐるぐる回るんですよ。ぐるぐる。大車輪みたいな知らないっす私。はい<あ>。知らない。あの、うわ、めっちゃアホみたい。アホ、アホ技やなと思いながら。う <laughs> ーん。であんまちゃんとみ、見てないのかな、それ。<laughs> あのー、知らなかった。はいリ。リンク、リンクアタック、リンクアタックかなあ、多分さ、ビリティ持ってなかったかもしれない、その。 なんかプラスみたいなのがありましたっけあれリンクアタックプラスみたいな。うん、ちょっと忘れましたけど。なんか、おもチーム攻撃を上げていったら、いろんな表現があって、なんか、あ,<ー>あの、ノクトの持ってる武器をイグニスが敵の、なんか、弱点の属性にする技とかあるんですけど、あ<ー>いちいちそれもなんか、んか受け取れノクトーとか言って、なんか、<ー>敵がなんかあの、 フォローが苦手やったら、なんかフォローの玉みたいなのをノクトンにうわーって渡すんですけど、うん、あそこの渡し方が無駄にかっこいいんですよ、なんか <laughs>。私そこじゃ上げきれてなかったのかもしれないし。意外といいですよ、そこら辺なんか。うん、私多分イグニスの、あの、必殺技みたいなばっか使ってたんで、イグニス<の>どんなんがあったかなイグニス指示って言う,言うんですけど、もうそればっかり頭に残ってて <laughs>。 私なんか、あの、なんか、みんなで敵を集中攻撃するみたいなイグニスの技があって、うん、なんかそれ強いなと思って使ってましたね。なんかあの、敵キャラクターの、後ろを取ったら自動的になんかバックアタックをつって。うん、ああ、なりますね。はい。で、近くに仲間がおったら勝手に連携技なったです、ね、うん、ありますあります。うん、あの時もね、ちょっとな、軽口叩,叩きながらこう、外すなよ。いよみたいな。そそうそう <laughs> ああいうなんかこう、はいはいみたいな感じ。うん。で、最初は僕もあれほ本間は笑いやったんですけども。いやでもあれはいい、僕は好きですよ。僕も後半はもうなんかかっこいいって思いながらこう見てました。<laughs> なんか戦闘もあれ、なんでしょうね、あの、やり込み要素として、なんか、頑張ったらいろんな多彩な攻撃方法を自分でこう操作していけるんでしょうけど。 うん。基本なんか、僕は丸ボタン押しっぱなしでもいけたっていうのがすごい良くて。いや、まあ、そうですね。<う>そんな感じでしたね。うん。なんか、すごいことやってる気にさせられるっていう。うん。すごいのは、自分じゃなくてノクトとかのはずなのに、なんか自分がすごいうことやってる感みたいなのがありましたね。<laughs> <laughs> うん、俺、ちょっと、まあ、ネタバレにちょっと被ってしまうかもしれないんですけど、はい、あの、敵側に傭兵のお姉さんおってじゃないですか。ありましたね、はい。あいつと戦うとき結構僕好きで、 あ,あのお姉さんがすごい空中戦にあろうんですよね。ああ、ああ、わかりますわかります。うん。で、どこどこそこでテレポーテーションしながら空でめっちゃ戦うんですけど。わかりますわかります。ますめっちゃかっこええやんけと思って。<laughs> 僕もそこは、あの、めっちゃかっこええと思って、あの、何ですか。初めてその写真機能じゃなくてスクリーンショットを撮りましたも、うん。うん。そうなんか空中にいる時の。<laughs> なんかあれ良かったなぁ。 僕人間やめてると思って。そうそうそう。なんかすごいこう超人の戦いみたいな感じがして。そうですね。空、空中演舞というか、なんかそんな感じがしました、ね。ドラゴンボール感があってよかったんですよ。<laughs> あ,ありました、ありました。はい、まあ、後半も、だからあそこでめっちゃすごかったから、後半はどれほどの戦いが待ってんねんって思ったんですど <laughs> あの時はね。はい。<laughs> <laughs> <laughs> なんかあれは、なんか、あそこは騙されたかもしれないな、今回なんか。<laughs> まあ、いいとこは、そんなもんですかね。はい。ちょっと、どう、どう、なんか喋るだけ喋っちゃうなと思って、どんどん時間が経ってしまってますいやいや。いいとこは喋っておかないとね、やっぱり。そうですね。うんまあただまあ、本当に、何回も繰り返しますけど、今回のファイナルファンタジーの肝はもう旅館やと思うんで、うん。その旅館をなんか味合わせてくれたっていうところでは、もうそこだけで満足度はすごい高いですよ、本当うん。 今までのファイナルファンタジーと、まあ、違うかもしれないけど、違う意味で良かったなと僕は思ってます。逆にこの、このシステムで過去のファイナルファンタジーでリメイクされたら、また見方変わるかもしれへんな <laughs>。でもやっぱキャラクターありきなとこあるじゃないですか、今回はこれ。いや、だから、あんま言ってみたらね、ファイナルファンタジー7ーを、このシステムでやったら、 もっとこう、ティファとか、ティファとかどかクラ、クラルとか実はおちゃめな一面が見えてくるかもみたいな。そ,そうそうそう。そう。まあ他にいいとこはないですか。あ、BGM どうでした <GM> 私は好きだったんですよ。えどこの BGM? まあこれネタバレにはならないか。あの、途中ボス戦で結構重要なボス戦がなんかあるじゃないですか。うん、その BGM は好きでしたね。おお。 僕は普通に盛り上がってたから、盛り上がってた音楽としては良かったんじゃないかな。あんまり意識はしてないな。ああ、そうっすか。ずっと私の中で残っちゃって、あの。あそうなんや。はい。ちょっとあの、民族調というか。はいはい、なんそうですね。うん、そこら辺は。<laughs> まあ、あと、その、えっ、ー、と、最初のタイトル画面で流れる音楽、うん、が、うん、結構重要なとこで流れたりするんですか。あの演出はちょっと、おっとなりますよね。うんうん。そうかね、その音楽の使い方っていう意味では、 すごい、なんうんですかね。ちゃんと自分を盛り上げてくれたなっていう感じはします。うん、その心残ってる音楽っていう意味では、どこまで行っても僕はチョコボのテーマしかこう残ってないですね。<laughs> そうですか。はい、チョコボのテーマはもう本当に長いこと聞いたから。<laughs> あ、そうですか。ちょっと僕チョコボ乗ってましたからね。私チョコボほとんど乗ってないですね。遠いじゃないですか、チョコボ乗らないと。え、そんなありましたなんか。 車とは武器でしよ、私。ええー、すごいな。俺だいぶチョコボでしたよ。あ、まじっすか、うんはあ、違いますね、やり方。車はね、僕は基本的に、あの、マニュアルドライブにしてなかったので。はあ、ずっとメガネであそこ行けって指示してたから。<laughs> 自分で、なんか、どっか行くときはずっとチョコボでしたね。あ、そうなんですね。で、<ー>チョコボもあれね、色とか変えれるんですよ。あ、なんかいろいろあるみたいですね。で僕は、なんか、ノク、ノクとは、 なんか王族やから白色のチョコボに乗らして。あ、<で>それごとに違うんですかう、グラディオを赤にして、<ー>イグニスは青にして、プロンプトは黄色のままとかにして、あ<ー>それでよく楽しんでましたね。<laughs> で、チョコボ乗ってみんなでバーって走っとったら、あの,あの時もみんな勝手に喋り始めるから、うん、なんかプロンプトがお先とか言ってガーって行くんですけど、うん、たまにイグニスとかが普通に何もないとこにジャンプとかしてて、 <laughs> 結構こいつはしゃぐんやなと思ったりしてね。あ <laughs> れはよかった。お茶目やなあ。ああ、そんなあるんですね。あんま乗ってないんで、チョコボいや、チョコ、結構いいっすよ、チョコボ。いくつか。あと、私が楽しんでない要素としては、あの、釣りとか。ああ、僕釣りやってないな、俺もな。私もやってないんですよ、釣りは。あの、僕釣りリアルでもあんまり興味がないから。<laughs> はい、私もまあそうですけど。<laughs> またその車の塗装を変えたりとかできますよね。ああ、車の塗装はね、何色にしてましたほとんどノーマルでした僕も一応まだ王族やから白にしてたんですけど。あそうなんですか。なんか外装を白にして、あの、別に鉱石集めなくても色が変えれる、初めから色が変えれるやつの中で、結構細かく変えてましたね。うん、王族っぽい車にしようと思って。鉱、うん、石集めたけどほとんど使わなかったなって、ね、今、うん。 うん、まあ、料理はまだ、まんいろいろや、やりましたけどね。うん。なるべく拾おうと思って。うん。料理は結構ね、メガネが結構、勝手に覚えてくれるから。うん。なんかあの、人の食ってる料理見て勝手に覚えたりするじゃないですか。はっとって。うん。しますね。あの、ひらめくときもこっちシュールなんですよ。<laughs> なるほどって急に。 なあ、お前、めっちゃ深刻なシーンやぞ、と思うんですけど。<laughs> ありましたね、それ。なに <laughs> お前、今、ひらめいてんねん、と思って。うん、そんなとこっすかね。そうね、もうほんと、じて、旅の話し、旅の話しかしてない。もう旅です、しか言ってないですけど。はい。<laughs> いやでも本当本当あの、今回の FA を楽しめる、8割旅じゃないかなって僕は思ってるんで。はい。まあ、旅をし、旅良かったよっていうことはね。 よく言っておきたいなっていう、うん。そうですね。まあ、どっちかっていうとやってほしいですよね。今回の FF、皆さんには。そうですね。だからネタバレがない、ネタバレがない状態での話としての、うん、えー、話としては、まああの、今回のファイナルファンタジーは、えーはい、旅ができるゲームですよと。そうですね。うん。ファイナルファンタジーという、うん、えー、旅行先に行ってみてはどうですかっていう。 あの、あの4人にプラスしてあなたが5人目になれますああいいですね。感じですかね。いいですね。<laughs>